キーボーシマアドベンチャーは、鈴木教育ソフトが小学校での情報教育用に開発、運営しているタイピング検定サイト。2002年度より日本全国の学校で総合的な学習の時間の実施が開始された。この時間では、児童自身が強い課題意識を持ち、様々な方法で追求活動を進め、これを自分たちなりに工夫してまとめ上げ、プレゼンテーションや、 ウェブページなどを通して発信するような活動が行われるようになった。これにより、児童のキーボード入力は避けては通れないものになった一方、児童のキーボード入力のスキルに大きな差が見られた。今後、子どもたちのキーボード入力スキルの有無が、さらに学習活動の質まで左右することまで危惧されるようになった。これを受け、 児童のキーボード入力のスキルアップを支援することを目的にしたサイト画として、キーボーシマアドベンチャーが開発された。検定サイトの開発にあたっては、情報教育実践のリーダー格の小学校の、先生、大学でインターフェースを研究している研究者に、協力してもらい、正式オープンの3ヶ月前から20名もの若手、研究者を中心として、 学校現場での情報教育実践家とそのクラス、学校の児童にモニターを依頼した。そして2003年9月に正式オープン。2005年には有料版のキーボー島アドベンチャーデラックスもオープンした。その後も教育の情報化に伴い、今では年間約20万人の小学生が利用し、キーボー島として親しまれている。小学生が キーボード入力を楽しみながら練習し、そのスキルを高められるよう RPG 仕立てのサイトとなっており、サイトに親近感を持ち、キーボード検定に取り組もうという気持ちを高められるよう工夫してある。利用には学校を通じたクラスまたはクラブごとの登録が必要。児童は先生から ID とパスワードをもらって利用できる。この ID とパスワードを利用して、 学校だけでなく児童の自宅からでもログインして、キーボーシマーアドベンチャーを利用することもできる。鈴木教育ソフトが開発、販売している、教育用統合ソフト、キューブキッズに付属する、ウェブブラウザー。鍵盤ハーモニカ、メロディオンなどで知られる楽器メーカー、鈴木楽器製作所のグループ会社、全国小学生キーボード検定サイト、 キーボーシマアドベンチャープレス発表会開催鈴木教育ソフト鈴木教育ソフト2019年8月16日閲覧キーボーシママガジンボリューム1鈴木教育ソフト2019年8月16日閲覧キーボーシママガジンボリューム1鈴木教育ソフト2019年8月16日閲覧キーボーシママガジンボリューム1 鈴木教育ソフト。2019年8月16日閲覧。キーボー島アドベンチャー初めて訪問された。先生方へ。鈴木教育ソフト。2019年8月16日閲覧。全国14万人の小学生が挑戦した。キーボード検定サイト。キーボー島アドベンチャーデラックスオープン鈴木教育ソフト株式会社のプレスリリース。鈴木教育ソフト。 2019年8月16日へ閲覧。キーボー島アドベンチャーキーボー島活用実績のお知らせ。鈴木教育ソフト。2019年8月16日へ閲覧。キーボー島利用状況、メディアと教育を考える。堀田達也東北大学大学院情報科学研究科メディア情報学講座。二千十九年八月十六日へ閲覧。堀田達也教授が開発。 監修した小学生向けキーボード入力検定サイトキーボーシマアドベンチャーが現在夏休みキャンペーン中東北大学大学院情報科学研究科2019年8月16日閲覧2020年度小学校プログラミング教育必修課前最後の夏休み学研プラス鈴木教育ソフトとコラボした夏のキャンペーンを実施 ウィンドウズデジタルライフスタイルコンソーシアムのプレスリリース。ウィンドウズデジタルライフスタイルコンソーシアム。2019年8月16日閲覧。2020年度小学校プログラミング、教育必修課前最後の夏休み。学研プラス、鈴木教育ソフトとコラボした夏のキャンペーンを実施。時々 .com。時事通信社。2019年8月16日閲覧。 小学校プログラミング教育必修化前、最後の夏休み WDLC が2つのキャンペーン。マイナビ。2019年8月16日閲覧。ありがとうございます。